いい靴は素敵なところへ連れてってくれる。フランスの素敵なことわざをご存知でしょうか。今日はいいものを少しだけ持つがコンセプトな自称ミニマリストな私のシューズクローゼットとおすすめの上質な靴をご紹介します。まずシューズクローゼットはこちら。現在2つの家を行き来するライフスタイルのため、ここにあるのは半分くらいです。どちらの家も余裕を持って収納できる量のみ所有がマイルールで、自分が大切に履ける量、収納できる分のみ保有しています。なので2年全く履かなかった靴や今の自分には合わなくなったなぁと思ったら即売って、常に一軍のみ所有で毎日が特別な日になるように心がけています。それでは早速シューズコレクションをご紹介します。まずはスタンダード、長く履ける靴。フェラガモの黒のパンプス、バラにしては大人っぽいリボンが特徴的で、クラシカルな雰囲気が気に入って購入したお気に入り品。ヒールの高さは7センチから8センチくらいと、どんなシーンにも使いやすく、フェラガモなのでやはり歩きやすいです。黒のヒールは定番アイテムで、汚れも目立ちにくく、フェラガモの靴は歩きやすいので一足持ってると大変重宝します。私はバレエを習っていたせいか、8センチくらいのヒールは走れるくらい楽なので、こちらの靴は60代になっても履けると思うのですが、ヒールが苦手な方は3センチから5センチくらいの高さが長く履けておすすめです。私の定番アイテムで長く履きたい一足です。シャネルの黒のパンプス、こちらはシンプルなデザインで、ヒールの高さは7センチから8センチくらいです。左のかかとの近くにさりげなく CC マークが入っているのですが、主張が控えめなため、お仕事や観光総裁、幅広いシーンで使えるアイテム。シャネルさんの靴は横幅が広めな私の足にも木型の相性がいいのかフィットしていて、長く履いても疲れないところも魅力的。シンプルで60代になっても履けると思うので、かなりいい先行投資になったなぁとお気に入りの一足です。ジミーチューのシルバーパンプス、こちらも大変重宝している私の定番アイテムの一つ。3センチから5センチくらいのヒールで歩きやすく、ローヒールでも足が綺麗に見えるデザインがお気に入りです。黒のパンプスもお洋服に合わせやすいのですが、柄物や色物が好きな私のファッションに合わせやすく、秋以外一番使用頻度の高い一足。ブランドで言うとプチのお洋服と相性抜群だと思うので、お好きな方にぜひおすすめしたい、重宝する一足です。続いてフォーマルなハイヒールをご紹介します。ルブタンの黒のハイヒール、女性の憧れのルブタンの靴は一足は持っていたい憧れのアイテムですよね。私も憧れて買いました。最大の特徴であるこの靴底が赤いところがすごく素敵ですよね。後ろ姿まで意識してる靴なんて本当に素敵。ヒールが高いほど靴底の見栄えがいいので、10センチのものを購入しました。ルブタンの靴は正直に言うと歩きにくいです。そもそも歩くための靴ではないんですよね。コンセプトは美しく立つための靴で、要するにお車で移動してレッドカーペットの上を歩くような、そういうような傾けの靴。でも私は普通の女性でも一足はルブタンのような靴を持っていた方がいいと思います。自らなのか引き寄せの法則なのか、こういう靴が似合う場所へのご縁が増えます。シンデレラになれる一足です。ルブタンのピンクのピンヒール、こちら色鮮やかなピンクに一目惚れして、私が初めて購入したハイブランドの靴です。ヒールが11センチでかなりピンヒールなため、シルエットが大変美しかった一足。ヒール部分がエスカレーターによく引っかかり、美しい分歩きにくく履く機会が減ってしまったため、今年手放した一足。でも大好きな靴でした。長く履ける靴は定番カラーで、ヒールは8センチ以下、ピンヒールすぎない靴がおすすめです。フェラガモのピンクのハイヒール、ピンプスというシリーズで、ヒールは10センチありますが比較的歩きやすいです。エナメル生地とリボンがとっても可愛い私の勝負靴で、とてもお気に入りな一足。そのせいか老若男女問わず評判が良く、この靴を履いているとよくお褒めの言葉をいただきます。
私のパワーアイテムの一つで、自信をもたらしてくれる魔法のような一足。まさに、いいところへ連れてってくれる靴だと感じています。続いて、フラットシューズをご紹介します。ヘラガモのシューズ型のサンダル。こちらは、現在私が持っている靴で一番歩きやすい靴です。フラットシューズにもかかわらず、一応3センチのヒールがあります。とにかく軽くて歩きやすいので、母とお揃いで持っています。唯一の欠点はゴムが切れそうなところ。切れても何とかして履きたいです。夏は素足でも履けますし、ストッキングを履いて冬も履いています。カジュアルすぎずに履けるので、飛行機やリゾート地への旅行にもおすすめの一足です。シャネルのフラットシューズ。こちら昨年のクリスマスにプレゼント交換で主人からいただいた一番新しい靴となります。当初はシャネルの定番のバレーシューズを考えていたのですが、こちらの靴に一目惚れして購入に至りました。フラットシューズながら2センチのヒールがあり、シャネル特有のチェーンが本当に可愛い。マトラッセのチェーンバッグと合わせて履きたい。シャネル好きにはたまらないアイテム。木型の相性も良く、履き心地も抜群。見た目も好みで、フラットシューズは長く履けるので、一生ものとして大切に履いていきたい、お気に入りの一足です。エミリオプッチのスニーカー。私が唯一持ってるスニーカーで、カラーはブラック。斬新なデザインに一目惚れして、人生で初めて購入したスニーカーです。スニーカーにしてはカジュアルすぎず、普段カジュアルなファッションをしない私にもハードルが低く、他にないデザインが魅力的でお気に入りです。クロスしてるデザインで、靴下の色でも遊べそうなところも面白くておすすめな一足です。今後もスニーカーはこの一足のみの予定なので、大切に履いていきたいです。続いてレインシューズをご紹介します。大切な靴を長く履くためにも、雨の日はレインシューズを履いています。こちらレペットの赤のレインシューズ。バレーシューズでおなじみのレペットのもので、雨の日が楽しくなる、ポップで可愛いデザインがお気に入りです。雨用なのでゴム製でできており、現在浸水したことは一度もないです。赤のバレーシューズはコーディネートのインパクトにもなり、歩きやすいので雨の日以外も履いています。買ってよかったおすすめの一足です。フォックスアンブレラの黒のレインシューズ。こちらはイギリスの老舗ブランド、フォックスアンブレラのもので、バレーシューズ風のレインシューズ。インソール部分が赤く、脱いでもおしゃれなところがお気に入り。こちらも大変合わせやすいので、雨の日以外にも履いています。ちょっとしたレストランでのお食事時にも使用でき、万能アイテム。雨の日はレインシューズを履いて、お気に入りの傘を差して、素敵な場所へお出かけしたいです。続いて季節の靴をご紹介します。シャネルのカメリアサンダル。こちらとてもお気に入りの一足で、カメリアのお花が本当に可愛い。シャネル好きにはたまらないアイテム。履きすぎてロゴが消えてしまったくらい、夏はこればかり履いてしまっています。フラットなサンダルが楽ちんでとても歩きやすく、カジュアルすぎない雰囲気にもうメロメロです。モノトーンでシンプルなので合わせやすく、カメリアのお花がワンポイントになってとっても可愛いです。60代以降も履けそうなので大切に長く履きたいお気に入りの一足です。ジミーチューの247サンダル。247モデルとは24時間7日間、1週間履き続けられるほど履きやすい靴という意味ですが、これは限りなく真実に近いと思いました。とても気に入ってましたが、履くまでが少し大変なのと、生足で歩く機会が減ってしまい、年々使用頻度が低くなってしまったので、年内に手放す予定です。足とサンダルが一体化するようにフィットして、軽やかでとても10センチヒールあるとは思えない。履き心地も良く、ヒール部分も傷つきにくかったです。手放す予定ですが、買って良かった靴の一つです。フェラガモのショートブーツ。黒のベロワ素材のデザインと足首が見える丈感、金のファスナーがとても可愛くてお気に入りです。何よりとっても歩きやすくて、冬はこればかり履いてしまいます。ヒールは5センチから6センチくらいで、足首が見えるので美脚効果、足長効果も期待できます。こちらも長く履きたい一足です。最後にクロックス。
こちらは世界一周旅行のスタート地だったハワイで購入したもので唯一無二の靴。この靴で私は今までいろんな素敵な場所を旅しました。歩きやすく洗いやすく気兼ねなく履けるこの靴は冒険の相棒にまさにぴったりです。私の人生の冒険はまだまだ続くので今後もこの靴と素敵な場所に行きたいです。少しでもご参考になりましたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。